今や世界のペア界を牽引するまでに成長した世界チャンピオンのりくりゅうペア。2年前の2月19日はそんな2人が五輪で日本初入賞を決めたフリーを演じた日となっており、この時に沼落ちされた方々から2人の演技を思い出し懐かしむ声が続々と寄せられています。2022年2月の北京冬季五輪の際、2人はまだペア結成2年半という状態。それでも抜群の相性とカナダでの懸命なトレーニングにより、この時の団体戦ショートプログラムでは4位と貢献すると、続くフリーでは2位という好成績を残し、日本の銀メダル獲得に大きく寄与し話題となっていました。そんな2人が前日18日に挑んだショートプログラム「ハレルヤ」では、サイドバイサイドで三浦選手が2回転になってしまうミスがあると、その他で見事な演技を見せるも、演技後三浦選手は自身の演技を悔やむ姿が。それでも8位通過で、木原選手にとっては3度目となる五輪で初のフリーに進出。今日のことは忘れて明日攻めていきたいと悔しさを語る三浦選手に対し、木原選手はもうノーミスは狙わなくていいんだよ、もう今日は全ミス狙いでいこうと話をしたようで、この言葉に救われたという三浦選手と木原選手は翌19日のフリーでウーマンを熱演。一歩のスピード感に加え、高さのあるツイストリフトや美しい弧を描くスロージャンプ、そして何よりも2人でスケートをすることが楽しくて仕方ないといった満面の笑顔で2人の世界観を存分に披露したフリーは5位となり、総合では7位入賞という快挙となっていたのです。フィニッシュ後、これまでの思いが溢れ出したのか、涙を抑えることができなかった木原選手は氷上に両膝をつき、三浦選手を力強くも優しく包み込みます。三浦選手もその木原選手の姿を見て思わず涙が。この美しすぎる2人の姿に多くの方々が感動し、2人の魅力の虜に。この演技後、三浦選手は全ミスの勢いでやろう、思い切って笑顔で滑り切れるようにと心がけて滑っていましたと語ると、木原選手も全ミスでいいから恐れず楽しもうということを再確認してやりました、やっと世界と戦う自信がついて初めて出場することができた五輪で、もっともっと上に行きたいなと思う五輪になった、少しでもペアに興味を持ってくれた子たちがペアに挑戦してくれたら本当に頑張っていることが報われると思う、でもここで終わったら今までのペアと同じなんで、僕らはまだまだ走り続けますと熱く語ってくれていました。当時この素敵な演技と美しい涙をご覧になり、2年前に思いを馳せるファンの方々からは、2年前の今日はお二人の演技を見て感動した日、今見返してもうるっとする、この先もどんなドラマが展開されるのか楽しみで仕方ないですなどの声が続々と寄せられています。今シーズンは欠場が相次いだ2人、四大陸選手権ではその姿が見られほっと安心された方々も多く、続くチャレンジカップのエントリーからはその名前が消えていますが、手応えを感じての欠場となっているのでしょう。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。2年前の今日はお二人の演技を見て感動した日、今見返してもうるっとする。この時の2人の演技は何回見ても感動。ペアはこの時じっくり見てりくりゅうのファンになりました。この時は興奮して眠れなかったのを思い出す。そこからどっぷりお二人にハマってます。
私もこの時初めて二人を見て、あっという間に心をわしづかみされ、一気に沼落ちしました。2年前の今日2月19日は、あの伝説の陸龍のフリーの日。ここから頂点へと駆け上がった日々を思うと、あれから2年しか過ぎていないことに驚き、本当に見ている方も幸せになれる素晴らしい演技は、何度見ても感動。テレビ録画もパソコンでもスマホでもすり減ってしまうのではないかと思うほど見てるのに、いつも感動してしまう。ラストの木原選手の涙がそれまでの苦労を物語っていて、感動で涙が止まりませんでした。それから2人の大ファンです。私もかれこれ何十回は見ていますが、まだまだ見るつもりですよ。改めて北京五輪の映像を拝見しましたが、何度見ても本当に最高級の演技、特にフリーは感動ものですね。この瞬間、日本のフィギュアスケートペアの歴史が大きく変わりましたね。この先もどんなドラマが展開されるのか楽しみで仕方ないです。今や日本だけでなく世界の陸龍、正真正銘現在の世界のトップペアなのだ。りくりゅうは最高に愛しいペア、五輪の素晴らしい演技にまた感動の涙が。世界選手権でも頑張ってください。りくりゅうペアは見ている人の心を動かしますね。演技見てて泣いたの初めてですし、これからのご活躍応援しています。やっぱりチャレンジカップ、ウィズドローンか。残念だけどワールドに期待しています。りくりゅうチャレンジカップ欠場か。残念だけどワールドまで楽しみとっておこう。四大陸の手応えが良かったからかな。りくりゅうのチャレンジカップ不参加は、今の自分たちの力量が判明したから、これからワールドまでレベルアップするという前向きな意味で捉えておこう。